もう最初はやっぱ僕らどっか勉強行ってるわけじゃなかったんで、まあ、農地ってやっぱ貸してくれなかったね。やっぱり本当の耕作放棄地、何十年もほったらかしになってて、もう林みたいになってるとこを、まあ、やっと借りれて、でそれを開墾して重機入れてもう木抜いてって、でそこから始めて、でそのそれをやっぱ見ててくれた周りの人が、あのうちも使ったらいいわって貸してくれるようになって、で、まあ、そんな感じであのどんどんあのたくさん声かけてくれるようになって、でそこからもうどん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 あの増えていきましたけど、主人がやっぱ農業をするってもう覚悟決めてたので一緒になんとなく始めました、はい、やっぱ私もあの主人と一緒でこの里山の景色風景とか暮らしがすごく大好きなので、まあ馬も一緒に過ごしながら地域資源を生かしたそんな事業があのしたくて馬を借りました、ね、勉強してなかったんでせっかく種まいてももう全然物取れなかったりとか、な思い返してもやっぱりもう恥ずかしい恥ずかしい、うん、もうとんでもない、もう周りはヒヤヒヤして見てたやろなっていう、多分ビジネスとして成り立つんやろうと思ったのがやっぱ直売所に、ね、年配の方が出荷してるのを見てたんで、あの僕らも、もう最初からやっぱり地元の直売所であの野菜を売っていこうってで決めてたんで、でもやっぱり作った野菜をどん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 もう直売所に持っていくっていうあのやり方であの始めました。お客さんが増えて、まあ、あのうちのファンになってくれる人が増えて、でその繰り返しをやっぱしていくうちにやっぱ喜んでもらうために野菜を作りたいっていう風にやっぱり変わってきて、多くの人にやっぱ農業をやっぱ知ってほしい、やっぱ農業してもらいたいし、やっぱそのためには僕らが楽しみながらやっぱ農業する、笑ってられるような農業する、美味しい野菜作る、やっぱそれを頑張ってたら自分らのほんまに今求めてるお客さんが多分もうついてくれるんやろうっていうのがちょっと分かりだしてきたんで、やっぱり僕は若い時、まあ、ちっちゃい時田んぼの中でずっと遊んでて、やっぱその景色がやっぱ好きやったんですよね。ねえ、やっぱ高島のいいとこでもあると思うし、その景色がやっぱずっと残ってるってやれる多分土地やと思うんで、やっぱりいっぱいチャンスがあるんですよ。いろんなやっぱり地域資源あって、あの本当に観光だけじゃなくって一次産業もそうですけど他の仕事もそうですけど、高島ってまだいくらでもやっぱチャンスあると思うんで、農業を始める、兼業でもいいから、でやっぱそのきっかけになったらいいなと思ってるし、僕らの農業がね